では今回はですね、現存するね、将軍邸ということで、まあ、和洋様々ね、あるんですが、その邸宅をね、紹介していきたいと思います。まあ、そうは言ってもですね、まあ、阿南惟幾というとね、まあ、井上茂良と乃木希典と前田利為ですかね。ぐらいしか、まあ、ちょっと今のところ存じ上げないんですけど、もし他にもね、あったら教えてもらいたいんですけども、阿南惟幾邸はですね、まあ民間なんでね、ちょっと写真はね、掲載しませんでした。今でもね、子孫のね、方が住んでらっしゃいますね。まあ、ウィキペディアなんかにもね、あって、まあ有名なんですけれども、まあ一番こう有名なエピソードとしては、日本の一番長い日ですかね。で、奥さんがね、まあ阿南惟幾大将が、陸軍大臣がですね、まあ、切腹するので駆けつけるっていう、三鷹がね、あるんです。今でも三鷹にあってね。まあ、そっから、こう、一晩かけてね、まあ、行って間に合わなかったっていう話なんですけれども。そっからね、国会議事堂まで結構遠いんでね、国会議事堂というか、陸軍大臣公邸、国会議事堂前まであるんですけれども、まで遠いんで、永田町までね。まあ、本当に、大変だし、まあ、当時遠いどもね、行くのはやっぱ大変で間に合わなかったんだろうなと思いますね。ただね、やっぱね、陸軍大臣があそこでね、自決してなければね、まあ、本土決戦に担がれたかもしれないし、わからなかったんでね、まあ、阿南惟幾はね、日本をね、まあ、救った人だなと思いますね。あと、まあ、ここのね、左上の写真がこの井上茂雄邸なんです。ここはね、もう博物館にされてたっていうか、なっていたんですけれども、それが今はもうね、ちょっと空き家になってしまっていますね。まあ、ぜひね、博物館として、再開してほしいんですけれども、阿川弘之のね、三部作の中での井上茂氏のね、こう、生活に困窮してた時のね、邸宅がまさにここでね、英語の塾とかやってたとかね、まあ、いろいろ、涙ぐましい話が出てきますね。まあ、井上茂氏がね、まあ、提督として、こう、実力というか、まあ、大将にふさわしいかどうか、まあ、いろいろ議論があると思いますけれども、まあ、人間性はね、まあ、素晴らしいのかなと思いますね。で、まあ、それで今、いろいろ人の手に渡ってね、どうなってるのかわかりませんけれども、その生活に困窮したためにね、まあ、そんな話がね、阿川弘之の本にも出てきますね。で、最後ね、ああ、最後じゃない、途中ですね、まだね。乃木もあれですけど、まあ、乃木神社にあるね、赤坂にある、乃木坂のとこですね。そこに宮廷があって年に数回公開されたりですね、残っています。ここはね、まあ、乃木もあれですけど、殉死した場所で奥さんと共にですね、まあ、戦乱戦争の時にね、薩軍に、軍旗奪われるっていう、まあ、ことをしてですね、まあそれで、こう明治天皇に止められて生きながらえたって話ですけれども、それでね、まあ明治天皇が崩御された時に殉されたということですね。あと明治村にね、学習院時代にこう住んでたね、家がね、まあこれは乃木希典だけじゃないんですけれどもありますね。で、やっぱね、最後ね、前田邸がね、この洋館として非常に美しくてですね、前田邸としてね、今でも公開されてるんで、ぜひね、まあ、東京ですぐ行けると思うんでね、まあ、東京にお住まいの方はね、駒番にありますね。ぜひね、行ってもらいたいなと思いますね。まあ、最初大将ですかね。まあ、ボルネオの沖でね、まあ、飛行機で亡くなったりということでね、まあ、歴史で東条英機とこう同期であったためにですね、それがこう戦死じゃなくて、こう、殉死扱い、まあ、事故死扱いされてですね、相続税がかかるかも、みたいなね。まあ、噂が、とか、そういう手続きが取られてたんですけれども、まあ、陸軍がね、最終的に、まあ、戦死扱いにしてですね、まあ、公爵として、相続税が免除されたっていうのでね、まあ、それもあって、いろいろ、こう、そういう建物ですね。ということでね、まあ、簡単になりましたけど、ぜひね、皆さんね、こう、今でも残る将軍宅にね、行ってほしいですし、こういうところをね、保存するように活動とかね、してくれたらいいのかなと思います。ではね、以上になります。ありがとうございました。